はい、皆さんこんにちは。今回から軍論の、演習シリーズみたいな形でやっていきたいと思います。あんまりこう最初から系統的にやるのではなくて、ちょっとこれいいなと思った問題をこうどんどんやっていくっていう感じでやっていきたいと思います。ただですね、あんまりこう難しい問題を最初からガンガンやっていくっていうよりは、ある程度こうね、優しめの問題からやっていって、軍に慣れていこうっていうようなことでやっていきたいと思います。はい。でですね、ちょっと少し今のところの私のチャンネルの状況を言っておくと、軍については、15本の動画で一応一通り、定義からスタートして、部分軍とかの話をして、正規部分軍とかの話して、カーネルの話して、順道系定理までですね、一応一通りそこまでは、こう仕上がっている形なんですが、その中で あんまり触れることができなかったものとかですね、本当はやった方がいいんだけど、とりあえず完成を目指してそこはちょっと置いてきた話とかですね、そういったものがあるんですね。ということで、そういうものを、回収をするというのも、今回の演習シリーズの目的でもあります。はい。あまりね、最初からごちゃごちゃ言ってもあれなので、早速今回この問題をやっていきたいと思います。今回は軍の定義に関する、確認ですね。軍とは何だったかっていうのが、確認できる問題になります。ちょっとこれテロップでも出しますが、軍っていうのは何かっていうと、集合で、良い性質を持った、演算が定義されている集合のことです。今テロップで多分 G0 って形で出てると思いますが、まず二項演算が定義できている。そして結合法則、その演算に関して結合法則が成り立って、単位元が存在し、任意の元に対して逆元と呼ばれるものがあるという、それを全部確認すればいいわけです。まず最初の G0 の二項演算が定義されているっていうことですが、これどういうことかというと、考えている集合に関して、2つこう任意の元を取ってきますと。そしたらこの2つについて、足し算か掛け算なのか、何算か分かりませんが、こう演算なんかの計算規則によってルールに従って、この2つの元から、なんか計算をして、また新しい元が、出てきます。でこの新しい元が、ちゃんと計算ができて、しかもこの計算結果がこの集合の中に再び入っている、これが、演算が定義できているっていう意味になります。例えば、整数の世界で、整数 Z って書きますね、整数の世界で、この中から、なんか好きな元2つ取ってきて、例えば2と3取ってきましたと。そしたら足し算という演算を考えた時に、これ取ってきたら、この計算結果、これ5になりますが、これは、この集合の中に再び入りますね。ということで、これ今2と3って1つ具体的に1組選びましたが、どんな整数2つ取ってきてもその足し算の結果は再び整数になるので、これは計算結果が必ずこの中にまた入っておりますので、これは演算が定義できているということになります。計算結果がこの集合の中に再び含まれることができない場合は演算も定義できないということになるわけですね。例えば割り算という形で演算を定義すると、2割3ってやっちゃうとこれもう整数にならないので、3分の2、もちろん有理数の世界で考えているんだったら別ですが、整数の世界で、考えているのであれば、この演算結果は整数の中に含まれないことになりますので、この場合は演算に関して閉じていない、つまり演算が定義できていないということになるわけです。そしたらじゃあ、もう問題に今入りたいと思いますが、今回の話はこの G という集合はですね、写像、もっと平たく言うと関数です。実数から実数への関数 φ というもので、これは要するに一次関数のことですよ。ただし傾きは0はやめてねっていう、傾きが0、つまり水平じゃない、一次関数全部集めてきたものが、こちらの今回考えている関数になります。関数の集合になります。で、関数と関数の、その演算はどういうふうに決めるかというと、合成に関してって書かれてあります。だから、その合成を、ちょっと具体的にね、様子を書くとこんな形になります。今、φ1、φ2 というものを、この集合 G から取ってくると、この φ1、φ2 は、両方とも、一次関数です。
なので、ファイ1 x というのは、まあ、具体的に式で書くと、まあ、ax プラス b、この a は0でないですよという形で書くことができます。まあ、ab は今実数とします。はい、で、ファイ2についても、まあ、同じところから取ってきていますから、まあ、同じ形をしていると。で、ここ、ね、同じ文字使うとちょっと、ダメなので、ちょっと AB のところを CD に変えたいと思います。CX プラス D。で、傾きは0じゃないですよというふうにしたいと思います。じゃあまず、演算に関して閉じているか、つまりこの2つを合成したときに、また再び、このね、形になっているかっていうのを確認していきましょう。合成ということは、ファイ1とファイ2を、まあ、合成、ということで、これどういう意味だったかっていうと、まあ、ファイ2という、ねものを、まあ、ファイ1に突っ込んでくださいねと、まあ、形式的にはこういうことになります。まあ、本当はこう定義域とか、地域の話はちょっと気を使う必要があるんですが、まあこんなふうにやりましょう、今回は。そしたら、ファイ2をまず計算ですが、ファイ2は今回こんな形で書くことができるということですが、こうですね。で、これをファイ1にね、代入しましょうということで、A カッコ CX プラス D という形になります。で、これにね、B、切片 B がつくと。で、これ、展開すると、ACX プラス AD プラス B という形になります。で、この形を見て、この集合の中に入っているか、つまりこの関数が、ここのね、条件を満たしているかということですが、これはまあもちろん一次関数になっておりまして、ここのね、この傾きが0でないという、ね、のが必要になるわけですが、今回は A も C も0でないという条件があるので、これかけても当然0じゃありません。で、こちらは全部ね、実数の値になりますので、この Φ1、Φ2 ですね、Φ1、Φ2 の合成というのは、再び、この G の中に入ると。つまり、Φ1、Φ2 という元を G から取ってきたときに、その演算、まあ、合成、今回は合成ですが、合成の関数がまた G の中に入っているということで、演算に関して閉じているということで、群の要件、G0 が満たされていることが確認できました。はい、そしたら、群の条件ですね、要件、その次の条件は、G1 を確認することです。まあ、G1 というのは、これ結合法則ですね。結合法則っていうのは、今回の場合は、Φ1、Φ2、Φ3、まあ、3つ、G の中から元を取ってきたときに、ここから計算しても、後ろから計算しても、これ、関数としては同じものですよってことを、これ確認すればいいわけです。で、これは、その15本のシリーズの中でももう証明がすでに済んでいるんですが、まあ、ちょっと改めて一応やることにすると、これ関数が等しいということ、写像が等しい、まあ、関数が等しいということを言うために何を言えばいいかというと、まあ、X を任意の、定義域内の任意の、元とします。したときに、この値と、まあ、これにね、これを x で飛ばした時の値、つまり こいつを x で飛ばした時のこの値と、こいつで x を飛ばした時の値が、どんな x に対しても同じであるかっていうことを確認すればいいわけです。で、これ、ちょっと、まあ、形式的な計算ですが、計算すると、これは Φ1、Φ2、という、もので Φ3 を飛ばす、Φ3x を飛ばすという意味になります。で、これはファイ1括弧ファイ2でファイ3を飛ばすという意味になります。合成のこの記号を使わずに書くとこんなふうに書くことができます。で、これ全く同じようにですね、こちら側についても同じことが言えます。ファイ1のファイ2ファイ3、まあ、これの意味は、これに x ですね、これの意味はまずファイ2ファイ3という合成関数で x を飛ばしなさいと。ファイ2ファイ3という、合成関数で飛ばしなさいと。その飛ばしたものを、
ファイ1で後で飛ばしましょうねっていう形になります。で、ここの中身の意味はもちろんこれはファイ3で飛ばしたものをファイ2で飛ばしなさいっていう意味になりますので、これどんな x に対してもこれ結局同じ値になっています。まあ、このね、バラす順番がちょっと違うだけでこれ結局同じ値になりますから、まあ、どんな x に対しても、このね、この関数とこの関数は x を同じところに飛ばすものだ、つまり関数としては同じものだっていうことになりますので、これ結局結合法則、群の要件 G1 が、言うことができたことになります。じゃその次、群の要件、G2 というものですね、単位元が存在するかということです。今回単位元はどういうふうに決めればよいかというと、まあ、ファイ0と名前を決めますが、どんな x に対しても、まあ、x を返してくるもの、まあ、これが単位元になります。実際ですね、これでファイ0と先ほどのファイ1、これファイ1にしましょうか、ファイ1、これを合成考えると、まずファイ1というのは、ax プラス b で、ファイ0はこれ同じ値を返すということになるので、まあ、ax プラス b と、まあ、ファイ0を、ね、で飛ばしても結局これ変わらないわけですね。で、これはファイ 1x と同じ意味になります。ということはこれ何が言えたかというと、ファイ0、ファイ1の合成というものは結局ファイ1と同じものですよというふうになります。だからファイ0っていうのは、こうね、今回考えている演算、この合成写像についてこう相手を変えない演算であるということが分かります。まあ、今の厳密にはですね、この逆もちょっとやらないといけないんですが、まあ、逆、こっちが0ね、これ両方ともね、同じ結果で、両方ともファイ1になりますので、群の要件、G2 ですね、単位元の存在が、これで保証されました。今回このファイ0というこの高等写像ですね、この高等写像が、今回の演算について、単位元になっているということになります。これももちろんね、こちら入ってますからね、これ係数1ですから、ね、0じゃないのでこちらの元に入ってますので、まあ、単位元ちゃんとあるということが分かりました。じゃあ最後に逆元ですね。逆元の存在ですが、このじゃあファイ1ですね、ファイ1に対してその相方を見つけてきてあげましょう。このファイ1というこの関数に対してですね、ファイダッシュというものを、まあ、ファイ1ダッシュにしましょうか。ファイ1ダッシュというものをこんなふうに決めましょう。これ先ほどの計算結果ちょっと使うと、このファイ2をですね、うまいこと CD を設定して、ファイ1を単位元にするような、ファイ1と合成して単位元にするような、その CD を、定めましょう。これとこれ合成すると、こんな形になりますので、この部分がまあ、イコール x になるようにしたいなという、そういう、ちょっとよあの欲求のもとですね、c と d を定めたいと思います。 c と d を定めたいと思います。そうするとですね、今回はこの c のところを a 分の1にするといいですね。 a 分の 1x、まあ、a は0じゃないですからね、もちろん逆数取れます。そして、D については、1回 A で割って、それでマイナス B にすればいいですね。引く B という形ですね。こういう形にすると、このファイ1とファイ1ダッシュの合成、ファイ1とファイ1ダッシュ、これとこれの、合成というのは、先ほどのね、ここの CD がこれに変わったというふうに考えると、これちょうど、ね、これイコール x という形になって、これファイ0、先ほどの単位元の形になります。これまあ逆にしても同じですね、ファイ1ダッシュファイ1イコールファイ0という形になりますので、まあ、これが逆元だということになります。なので任意の元に対して任意の元に対してこの逆元ですね、この合成が単位元になるものっていうものの存在もこれ保証できますので、結局群の条件が全部満たされて、今回この G という集合は合成に関して群になるということが確認できました。はい、ということで今回は、とりあえず一発目ということで、これが群になっているかっていう確認をですね、群の定義を、
思い出しながらやっていってみました。今後もですね、ちょっと軍のこういう演習をちょっとやっていきたいなと思いますので、よかったら見ていってください。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。